ベテランとしての役割というのは、まあ、あるとは思うんですけど、今はすごく若い選手も自覚を持って、いますし、まあ、特にそのベテランだからっていうのではなくて、ただ本当に、まあ、チームの中の一人として、まあ、自分ができることを全て全うしたいなという気持ちです。まあ、このワールドカップだったり、まあ、オリンピックっていう、モチベーションを上げてくれるものがやっぱあるので、そこは自分自身、まあ、無理に自分を鼓舞する必要もなく、目標に向かってやり続けようっていう気持ちですかね。若い選手が、海を渡って海外で活躍しているので、僕が彼ら年齢の時は、まあ、そういう選手はほとんどいなかったんですけど、今は本当にそれがスタンダードっていうか、まれではなくなってきているので、本当に、まあ、頼もしいというか、まあ、またそういう素晴らしい選手と一緒にプレーできるというのはまた、今自分にとってすごく刺激になると思います。自力でつかめるという状況まで自分たちに持ってこれたので、それは本当に、まあ、苦しかった時を思い出すと、本当にここまでよく来れたなというのは正直な気持ちなんですけど、まあ、ここまで来たら、本当にファンの皆さんと一緒にしっかり出場権得られるように、まあ、本当にできる限りの準備をして、ね、試合に臨みたいなと思います。バスケットライブ。